バルセロナ対肌のビクトリーズカップ開幕。クラブチーム世界一の栄冠に輝くのは果たしてどのクラブか。今日の試合、実況八塚博士、解説は元日本代表の反町康晴さんです。反町さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。試合の模様は衛星回線を通じて日本の皆さんに生中継でお送りします。大勢のサポーターが詰めかけました。取り急ぎ両チームのスターティングメンバーを紹介しましょう。左に遠藤を取ります。赤と青の縦縞のユニフォーム、バルセロナ。ゴールキーパーにビクトール・バルデス、ディフェンダーにプジョー、マルケス、ボレグル、ミッドフィルダーにジェラルド・ロペス、ダービッツ、コク、ルイス・エンリケ、シャビ、フォワードにサビオラ、クライファート。352のシステム、サイドから攻撃を組み立てます。対戦します。黄色のユニフォームを身につけます。肌のゴールキーパーに内田、ディフェンダーに対人、松山、石田、伊藤、島本、ミッドフィルダーに今野、和田、川口。フォワードにエマーリド、和田塚。532のシステム、中央から相手を切り崩します。ピッチの上では記念撮影が行われています。反町さん、エマーリド、今日も観客を沸かせてくれるでしょう。そうですね、彼のプレーを見てプロサッカー選手を志す子供も多いんじゃないんですか。ビクトリーズカップ開幕、ついに始まりました。シャビ、さあ大きく出した。島本、ここはドリブル。和田塚、右サイドを使う。今野、守った。和田、いい反応を見せました。右へパスをつないでいきます。マルケス、ボレグリ、いいボール出てますね。ルイス・エンリケ、あーっと PK だ、 PK。 あーっと、ここでイエローカード。まあ怖いでしょうけど、しょうがないでしょうね。ここは集中したいですね。入った、バルセロナ1点先行しました。1対0。今のプレーです。ここはしっかりと決めてきました。いやー、さすがにこういう場面はきっちりと取ってきますね。キックオフしました。和田、今野、長いボールを出した。ここはカット、川口、大事に持っていきます。和田、これは痛い。審判が選手を呼びます。あ、レッドカードです。まあこのプレーはやっぱり出ますね。正当な判定だと思います。コーナーキック、さてどうか。ニヤニタ、川口、あっと来た、ゴール。花野、前半残りわずか、ここで得点しました。1対1。今のプレーです。川口、素晴らしい動きを見せましたね。ゴール前、いい動きでしたね。しっかりと周りの状況を把握しましたよ。キックオフされました。ジェラルド・ロペス、サビオラ、パスを出します。
和田塚うまく体を入れました。ディフェンスいいですよ。ここで長いホイッスル、同点です。反町さん、前半の45分が終了しましたが、ここまでの試合はいかがでしたでしょうか。互角の展開でここまで来ましたね。後半集中力が問われそうですよ。互角の戦い、両チームとも後半に勝負をかけてくるんでしょう。選手たちが再びピッチ上に姿を見せています。運命の45分、後半開始のキックオフです。和田ボールを回していきます。しかし反町さん、伊藤、この人の運動量相当なものなんですが、それでもスタミナ切れを見せないあの強さ、なんでしょうか。どうなってるんですかね、あのスタミナは。少し分けてもらいたいものですよ。本当にそうですよね。これはいい形だ。あーっと PK だ、 PK。 肌も決定的なチャンスをもらいました。あーっと来た、ゴール。肌も後半開始していきなりのゴールゲットです。1対2。先ほどのシーンです。エマーリロ、しっかり蹴り込みました。プレッシャーに負けずにしっかりと決めてきましたね。キックオフです。ジェラルド・ロペス、ロングボール、オレグル、抜いた、早めに上げた、キーパーこれはキャッチします。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り、1対2で秦野、1次リーグ初戦に勝利し、幸先いいスタートを切りました。